これはうまいですね。お母さん、あの今日にそんなに来てくれるとは思った。いや、一番最初に DM いただいて。あ、そうだ。お疲れ様です。キータンです。さっき倉敷のお寿司屋さんで寿司食べてきたんですけど、ちょっと小腹が空いたので一軒だけ飲みに行ってみようと思います。今日からちょい飲み手帳が始まって、それで許可撮影させてくれるとお店さんあったら DM くださいって送ったら、西口のお店が一番最初に DM くれたんで、そこはお酒とラーメンが食べれるみたいなので、締めにちょうどいいかなと思って今から行ってこようと思います。おーほー、始めます。まさか今日やぞ。DM を送らせてもらって、はいはい、おお、あ、すいません、はじめまして。はじめまして。ここのオーナー知ってるっしょ。まあ、もともとここでやってた豪勢知ってるっすよ。あ、豪勢さんのお店。もともと豪勢がやってて、はい、で、その後、これが借りてるんですよ。あ、そうなんですね。そうっす。今日やと思うんだ。いや、でこれ見たら、あ、週末はやってないんだって思ったんですけど、そのままやってないんですけど、今日ぐらいは、はい、まあ、いいかなと思ってやったんですけど、まだ一人も来てないんです。第1号、ありがとうございます。ありがとうございます。すぐお作りします。お願いします。これもうラーメンってもう作り始めちゃってますか？いつも全然できるっすけど、ちょっと何品か頼んでもいいですか？あ、全然いいっすよ。はい、全然いい、全然いい。で、最後、まあ、そんなちょっともう食事してきちゃったんで、あ、そうたくさんは食べれないですけど、いつでもできるんで。あ、飲み物あ、中飲みだったら、はい、ハイボールか、はい、チューハイかウーロン茶になるんですけど、ハイボールにします。ハイボールで、はい、お皿熱いので気をつけてください。はい、なんかあれですね、知り合いがめっちゃおるんで、はい、親近感が湧くというか、ちょっとした芸能人に会うたような感じが俺はする。芸能人ですかね。いや、芸能人やけど、なんか、まあ、そのなんていう、はい、携帯の中でしか見たことない人が、はい、なんかおったら、なんか芸能人っぽい感じするよな。普通なんですけど、今日にそんなに来てくれるとは思う。いや、一番最初に DM いただいて、あ、そうなんですか。へー、何か見て、はい、なんか厚かましいかなと思って一回スルーしたんですよ、ぶっちゃけ。はいはい、で、はい、ラーメンのスープ仕込んでる時に、うん、いや、でも一回 DM 送ってみようと思って、そんな送らしてもらったんですよ。夕方やったんですよね、4時か5時か。そうです。いや、もうこんなん言ったら失礼かもしれんすけど、石原良純めっちゃ似てるんですよ。めっちゃ言われます。思ってたんですよ。めっちゃ言われます。本職新旧師ですね。新旧師、あー、春師ですよ。あ、そうなんですね。めっちゃストーリーとか言うか、めっちゃ見させてもらってるんで、あ、すいません、あのドア開けて一回ボケるみたいな、あ、のマンションのドア開けて、やってましたね、はい、なんか一回ボケてなんかやるみたいな、はい、絡みがあるじゃないですか。あれ結構俺好きで、ね、あ、ありがとうございます。で、まあ同い年やから、はいはいはい、そう、なんか元気やないやいや、元気そうですけど僕も負けてはないですけどポテサラは、ポテサラ一応今京鴨がねないんですよ、はい、普通のポテトサラだったらあるんですけど、あ、普通のポテサラで、はい、お願いします。おいすみさん、ポテトサラ、あ、ありがとうございます。ドテ焼きって量ありますか？そんなない、少なめにしましょうかね。できます。一応どれぐらいって言ったらいいですかね、2人で食べてちょうどいいぐらいの量なんですけど、お願いします。はい、you
ワンモルトってハイボールとかにしてもいいですか？アランありますか？アランありますよ。はい、アランをソーダで。ソーダで、はい、はい、ウイスキー結構飲むんですか？いや、全然詳しくないんで。でも、初っ端それ見てアランってなかなか思うんですけど。あ、そうなんですかね。アランって俺の中では、はい、どうなん、マイナーというか。あ、まあ、なんか逆にちょっと全然馴染みのない名前のやつを飲んでみたいなって思ったのはあります。はい、ありがとうございます。はい、ここで踊っていいですか？あ、はい、うちの街なんですけど。あ、ありがとうございます。あ、そうなんですか。どっちが好きですか？ありがとうございます。1人前です。はい、ありがとうございます。いけそうですか？あ、大丈夫です。いけそうですか？はい、ありがとうございます。東でやってたんで、お客さんの中で悪いでって言われとったんですよ。これどうしてもバーベキューが、ああ、なんかやっと、なんか、そうですね、これが決めてやったんですよ。別に今もあったかくなったらまたバーベキューやるんですか？全然、あ、そうなんです。年間年中うちはオールシーズンやってるんですよ。あ、そうなんですね。やってるんですけど、やっぱり冬は入らん。まあ、さすがに。なんでそんな関西弁なんですか？僕もともと大阪なんですよ。あ、そうなんですね。生まれも育ちも大阪で、へえ。9年ぐらい前に岡山に来たんですけど、大学が伊丹やったんですよ。その大学生の時に岡山人と仲良くなって、うん、気づけばなんかもう岡山人の人しかおらんようになって、もともと大阪で10年間ぐらいそう土木をしてたんで、もう全く畑はちゃうんですけど、うんうん、でこっち来て土木しようかなと思って、引っ越しした日にみんなでご飯食べて田舎に行ったんですけど、はい、これ横から思うじゃなかったそっからそのノリがすごい。5年2ヶ月働いて辞めたんですね。そのタイミングでウォー君がこれ辞めるって言うから、あ、じゃあ俺に貸してやって。元々は大阪なんですけど、もう残りは岡山ですごく多いめっちゃええって言ってね。ああ、そうなん、いや、まあハイブリッドというか、田舎もあるし、都会もあるし、まあまあまあ、うん、まあ、物価的には全然大阪とかよりももちろん安いし、はいはい、いくらでとか紅生姜入れとっていけます？お願いします。で、どうしましょう、また年会行くか。ああ、とりあえず普通で、はい、お待たせです。はい、緊張するっすね。舌超えてる人に出すの絶対超えてるじゃないですか。僕らの同級生に比べたら絶対うまいもん食えてるじゃないですか。怖い、ちょっと。いや、今日ビジュアルめっちゃいいっすね。わぁ、突き詰めたんすよ、めっちゃ。すげえ。めっちゃ、それこそ八尾の東大阪のところに、はい、あの恵比寿屋っていう、はい、あのラーメン屋があって、僕家の近所なんですけど、はい、まあ、そこの大将めっちゃ仲良くて、で、ラーメンやりたいねって電話した時に、はい、こうこうこうやってやればいいやんって言われて、インスピレーションを受けて、自分なりに砕いて、はい、なんとか、俺ライライ亭が好きなんですよ、結果。なるほど。ライライ亭とか、まあ、豚骨ラーメンが一番好きで、味噌醤油塩豚骨で言うと僕豚骨が一番好きで、で突き詰めてやった結果、はじめ鶏ガラとか胴回りを使ってやってたんですけど、もう今豚 100% ですよ。野菜もニンニクしか入ってないですよ。ちょい飲みで担当に、まあ、ちょっと今回ラーメンで勝負しようかな思ってるんですけど、はい、って話したら、はいはいはい、ラーメンなんて今まで3回目やことないよって言われて、言われたら余計ラーメンでやりたくなるから、オペレーションも難しいけど、はいはいはい、ラーメンで頑張るっす、ね。いやいや、なんか今日締めというかね、なんか多分2軒3軒発表する人いるから、そうっすね。ね、なんか締めにラーメンありな気がしますよね。締めでもいけるし、僕的にはゼロ次会で、うちでラーメン食べて、ちょっと腹ふっまあ。麺が 100g しかないんで、あ、はいはい、ほんで、まあ、替え玉でしてもらうスタイルにしてるんで、博多風の、はいはい、麺は少なめで、おかわりなんならもう新しく替え玉でみたいな。チャーシューもすごいですね。チャーシューそれトンチンカンです。あ、そうなんだ。それを一回炙ってるんで、その炙った油がまた出てるんで、はい、結構ね、大きな声で言うのもあれなんですけど、頑張ったって、はい、ぜひ食べてほしい。やっぱ上手っすね、そういうなんか一個一個の所作が上手。一応10年ぐらいやってるんで、さすが。
げえな、マジで。これはうまいっすね。おかしさ、あの、正直言ってます。いやいや、うまいっす、うまいっす。なんか、あの、油の使い方が絶妙っすね、この背脂の。はい。うわ、めっちゃ嬉しいっす、そういう風に言われると。まとってる感が。ぶっちゃけ背脂は背脂だけで寸胴で炊いて、ガラはガラだけでこっちで炊いて、最終的にこしたやつに背脂を混ぜてるんですよ。だから背脂一緒にやってまうと、こした時に背脂のブロックが消えてまうんですよ。汁になってまうんで、油として浮かんので、もう背脂は背脂だけで、もうラーメンの湯切りのザルで最後こして、寸胴を分けてるんで、コンロがうち3つしかないけど、そのうち2個を使ってしまうんで、ましてや6時間ぐらいかかるんで。うん、まあ、それも突き詰めた結果、まあ、その方がええかなと思って。で、麺もあの富士メンズ工房さんのお願いしとって、卵ダブルで回ってるんですよ。へぇー、まあ、その麺ストレートも卵ダブルで 100g ですね。てか、ありそうでないですね。ですか？ないです、ないです。引き算しまくって、初めは人参、玉ねぎ、椎茸、カツオ、いりこも入れてガシャッと作ったやつを食べた時に、ちょっとやっぱ既製品に近なるんですよね。あの化学調味料とかも入れると、はいはい、そっから引き算した結果、もう野菜はニンニクしか入ってなくて、いや豚もげんこつと背脂と、あの背骨とだけっすね。脂はめっちゃ多いっすね。うまい。いや、よかった。うまい。よかった。ここに来たなっていうご飯を。もう会計してもらっていいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみになんでダジャレってついてるんですか？僕、ダジャレ、レゲエが大好きなんですよ。はあはあ。で、レゲエって、まあ、ヒップホップとかブラックカルチャーってリングフルじゃないですか。うん、あれ僕らの時ダジャレやったんですよ。ブロンガフットンガーとか、はいはいはい、アルシカの上にアルミカンみたいな、はあはあ、やつって、僕のルーツはいいってダジャレやったんですよ。おお。なんか、なんていうんですかね、旬の魚のなんとか何々みたいなあるじゃないですか。 はい、あれに飽きたんですよ。はあはあ。どこにでもあるじゃないですか、そういうなんかサブタイトルというか、それに飽きて、なんかオリジナリティが俺好きなんですよ。ほんまにナンバーワンのオンリーワンやつめちゃくちゃ思っとるんで、それを考えた結果、あ、ダジャレにしよう、ダジャレと魚にしたんですよ。その結びに関しては、やっぱこの人と人との結びつき合いとか、僕ら日本国民なんで主食は米や思っとるんで、うちに結びのおむすびっていうメニューがあるんですけど、この時点で俺は韻を踏んでると思ってます。まあ、それもなんか日本人の食事で、もううち銀シャリで出してるんですけど、とか、まあ、相撲の大一番って結びの大一番って言うじゃないですか、横綱対横綱、これで大事な場面っていう意味なんで、はい、そこに含めて、まあ、結びにさせてもらったんです。おお、なるほど。すいません、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったですね。いいお店でした。むすびさん、ラーメンも美味しかったし、料理もいろいろ美味しかったし、大将めっちゃ楽しい人でしたんで、ぜひぜひ行ってみてください。ではでは、おやすみなさい。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、高評価、コメント、どしどしお待ちしております。